今日はお正月に欠かせない梅を折っていきたいと思います。ご用意いただくものは15センチ15センチの折り紙1枚とハサミ、黒いマジックをご用意ください。それでは始めていきます。まず色のついていない面を表にして三角に折っていきます。折り筋をしっかりつけましたら開いていただいて、今度は色のついた面を上にして三角に折っていきます。こちらも折り筋をつけたら一度開いてください。そのまま今度は四角に折っていきます。折り筋をつけたら開いて、反対側も同様に四角に折っていきます。そうしましたら、折り紙の両端を持っていただいて、そこから内側に畳むようにして合わせていくと、よくツルで使う、原型が出来上がります。そうしましたら、下、ピラピラ、開く方を下にして、上に三角に折り上げます。そうしましたら、ここでハサミの登場です。今、手で示している部分を、7ミリ程度、ハサミで切り込みを入れてください。そうしましたら、この部分を正三角形をイメージして、外側に三角に折ります。しっかり折り筋をつけたら、この三角形を内側に折り込みます。はい。そうしましたら、今度は逆反対にしていただいて、今、ピラピラ開く方を上に持っていただきます。ここで注意していただきたいのは、切ったところの根元から折るのではなくて、その切ったところの少し上、から折っていただくようなイメージで、兜を折るように左右に広げていきます。こちらもしっかり折り筋をつけていただきましたら、内側にもう一度同じ部分に折り筋をつけるように折っていきます。しっかり折り筋がつきましたら、中に指を入れていただいて、開くような形にして広げていきます。反対側も同じです。そうしましたら、花びらになる今持っている部分ですね。ここを、内側にしまい込むような形で左右とも中に入れてください。しましたら、3箇所、今指で示してますね、2、3箇所、この部分を内側に先ほど7ミリくらい少しだけ内側に折って、こちらもしっかり折り筋をつけてください。しましたら、次、今指で示しているこちらとこちらを裏側に直角に折っていきます。最後に裏に返していただいて、一番下尖っている部分を2センチほど上に折ってください。表に返していただいて、こちらで黒いマジックを使います。ここに梅の花のようにしべを書いていただいて、これで梅の完成です。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、
成増地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、成増地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。成増地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙で成増図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。